ザ・ディープウェーブ参りましょうか。はい、気になる釣りの話題を番組独自の視点で深掘りするこのコーナー、うん、今週はこちらです。何？ Go to ジムトラベル夢の釣りフィールド探訪です。おー、 Go to ジムトラベル、まあ、今、はい、Go to トラベルね、まあ、やってますけどもGo to ジムトラベルってどういうことですか？村田さんといえば、まあ、魚種格闘技戦でさまざまな大物、うん、あの珍しい魚とか釣っていらっしゃると思うんですけれども、うん、いろんなとこ行きますもんね。はい、うん、あの世界中でたくさんの夢の釣りをものにされているということで、うん、まあ、その中でも今回はですね Go to トラベルにかけて、国内の夢のフィールドを厳選させていただきました。おお、なるほど。はい、うん、村田さんの解説と裏話とともに振り返っていきます。はい、はい、じゃあ、 あの国内の魚種格闘技戦の名場面、はい、今回集めたっていうことなんですね。はいはい、そうなんです。ちょっとこれどんな、はい、こちらですね、ちょっと一度ご覧ください。じゃん。すごいね。そう、まあ、もちろん魚種格闘技戦が全222放送中ということで、そんなにやってんですね。はい、全部表示されなかったんですけれども、今回はですね、ちょっと大仏様って皆さん分かりますよね。はい、はいはい、数ある国内の魚種格闘技戦の中から、まあ、いつも地面に映り込んでいる大仏様がですね独断と偏見によりベスト5を選んでくださったと思ったんで、はい、じゃあこれ何、大仏チョイスなのこれ？そうなんです。あ、そうですか。まあ、いつも言ってるもんね。発表したいと思います。こちらです。じゃん、ダン。じゃあまず沖縄です。沖縄見てみましょう。はい、行きますよ。136、うん、チラ海の深海から現る龍神メガドラゴンです。これはどんなことなの？136回目の放送ってことですね。はい、うん、ドラゴンフィッシュ、タチウオ釣れてますね。わ、これ長いですね。目がでかいでしょ。本当だ、ほら、あ、すごい大きい。本当だ。だから普通のタチウイははるかに目がでかいんですよ、うん。へえ、本当は。じゃあこれタチウオとはもしかしたら種類違う可能性ある？そうそうそう、僕らは琉球タチウオと呼んでいますね。うん、まあ九州の方でもね、本当にメガタチって言われる超でかいやつがね、かかるんですが、まあ大体200メーターぐらいの水深で。そんな深いとこから上げてきてるんですか？はい、今のは全然小さい方ですからね。うわ、すごい強そうね。さっきワイヤーリーダーもぐにゃぐにゃにされてましたよね。で、200m から手巻きで上げてくる。手巻き？大体僕は全て 手巻きになってきまして、はい、電動リールはなぜ使わないですか？あと5年ぐらいは体力あるし、ね、あと5年。すごい、これちょっと ね見習いたいですね。まあまあ自分で釣った感がね、当然こう、まあ、電動リールでウィーンってまた来たんでしょ、うんうん、大きくなった。これでっかいね。しました。しかもちゃんと食ってるじゃん。うわ、ジギングで釣ってる。うわうわうわ。いや、これまだまだですから。これまだまだです。まだまだです。東京湾でもでかいの釣れてると思ったけど、これ比べると全然違いますね、やっぱね。ここでございます。うわー、なんか一旦木綿みたいな。メーター80ぐらいなんですけども、これはもう全然まだまだ、これね、2メーター40ぐらいになるんですよ。すごい、これ僕も重かったんですか？うん、ね、上とは測ってないんですけども、ドッキリね。こんなもんじゃないのよ。こんなもんじゃないっつってるじゃないですか。本当だ、ね、すごい、お見事ですね。これよくてっちゃんがね、ここに行ってるんですよ。で、てっちゃんが釣ってるの見て、俺も釣りたい、うん、そんな感じで行ってきましたね。本当に村田さんも人が釣ってるの見て俺もやりたいってなるんですね。ね、村田さんこんなもんじゃないのよとおっしゃってましたが、うん、鹿児島県の錦江湾から驚きの釣果が飛び込んでまいりました、うんうん、見てみましょう、うん、はい、はい、こちらですね、なんと210センチ、 6.67キロ、こちらですね、海星丸さんでタチウオダービーを開催中なんだそうですが、180、179、178とビッグサイズが長、ね、並んでた中でダントツの1位に抜きに出たとのことです。これほら、指何本とか言うじゃないですか。はいはいはい、ね、これやっぱりタチウオは長さじゃねえのみたいなね。ねえ、すごい、
あれ何かを食べた後でそれ指1本2本すぐ増えますからね。ああそうか、お腹が膨らんで。そう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 。これ釣り方で言うと、あのいつもの普段のジギングと大体同じ感じですか？全く一緒で、ただやっぱり大きいやつっていうのは、あの餌釣りの方が、あの今のテンヤの方がまあ簡単に釣れるっていうか、だからジグで釣る方がやっぱりちょっと難しくなりますよね。ちょっとじゃあこれ沖縄に行って、うん、今ねまた東京で流行り始めてる、うんうん、テンヤでやったらもっと大きいの釣れちゃう可能性ある、はい。わあ夢ありますね、うん、膨らむね、行こうとしてるじゃん、うん、ね、GoTo トラベルで行きたいですね。そうですね、これ本島ですからね。はい、うん、それでは続いて真逆の北海道です、はい、お北海道来た、行きます、うん、じゃじゃん、166おかえりなさい、オホーツク海の秋の風物詩秋アジ攻略。オホーツクの秋アジ、はい、鮭のベイビーですね。鮭なんだ、鮭のベイビー、あの鮭のベイビーってよく言っておりますけどね、鮭のベイビーを皆さん釣りに行きたいんですね。もうイクラをね、あそうあそうね、はい、そうベイビー釣りたいです。うわこれまた細いロッドで釣ってますね、うん、これはエサシっていうところなんですけども、この周りでやってる方たちは全員ですね、浮きルアーというやつでやってるんですよ。浮きルアー、はい、浮きをつけてその下にスプーンをつけてタコベイトをつけて餌をつけて釣るという。でその人たちが周りで全然釣れてない中、僕100本コースですから、これ100本コース、はい、このロケ中に30本ぐらい釣ってるんですけど、途中からもうあの鮭全部リリースです、ポン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 、席を言われました、鮭をリリースする人初めて見た、こんなに取っても仕方ないと、うん、うわースプーン、スプーンだ、はい、あの要は皆さん浮きをつけてね、ゆっくり巻いてくるとオスしか釣れないんですよ。で僕らは狙ってメスが釣れるんですね。ちょっと待ってください、オスとメスを釣り分けしてるってことですか？そういうことです。いくら欲しいってやっぱメス狙いたいですね。どうやって釣り分けるんですか？オスは上にいるんですよ、はい、あのえばってるんですね、メスの上で、俺すげえだろみたいな、一緒に川登ろうぜみたいな。メスの方がちょっと若干下にいるんですよ。だから下の棚を攻めれば全部メスになるんです。だから浮きつけてるあのおっちゃんたちはオスばっかりです。これ今見てると村田さん浮きついてなくて、もうシンプルにスプーンのルアーがあるだけ、うん、そうそうそう、スプーンにタコベイっていうのがあるんですね。本当だ、タコベイがついてる、うん、ありがとうございます。これも2時間ぐらいで30本ぐらいですね。これメスですね。あ、本当だ、顔がメスですね、鼻が曲がってない、うん、これってやってることって、うん、缶釣りの、まあ、エリアトラウトとあんま変わんないですか？変わんないです、変わんないです。はい、すごいいつも気になるんですけど、そうやっていつも大きい魚釣ってる村田さんは、うん、そのどうしてその現地の釣りじゃない自分の釣り、うん、これどういうふうにこの考えてやろうと思って、まずは最初の現地の親さんたちがやってる釣り、もしくは現地で流行ってる釣り、うん、それをやりますよね、はい、そうすると僕は世界中でいろんな魚釣ってきてますから、うん、引き出しがあるわけですよ、うんだったらこっちの方がいいんじゃないってやると大体そこで当たるというわけ。へえ、美味しいんですか？はい、秋味、はい、白酒、どんな感じなんですか？いやいや、基本的にほらもう皆さんのお弁当に入っている鮭、はい、のベイビーでございますから、ね、さらにイクラもですね、自分で作るともっとうまい。筋子ってこうねなってるやつを熱湯を入れるんですよ、ね、お湯をバーって出しながら、もうやけどするぐらい手が熱いぐらいでガーっていって、その時に軍手をつけて、はい、ザルの中でこういくら全部潰すんですよ。潰すぐらいの力でガーってやると一瞬で取れるんですね。みんなちょっと取れないかなってやるからダメなんですよ。潰れない、あれね結構潰れない、ガーってやって、でもう時間が短ければ短いほどイクラは美味しいんです。なるほど、水につけるとイクラって硬くなるんですよ。だから何分でどれだけ早く取れるか、でそれでパーって取って、あとは醤油につける2、3時間、はい、あと抜いて、本当に美味しく食べるんだったらそこに酒とみりんを入れる。でもそれ酒とみりんを入れるとイクラが持たないんですね、うん、だから自分で今食うっていうところだけ酒みりんを入れる、ね、もうドバーってかけれるわけですね。これ いつ頃がいいですか、釣りは？今です。今今ちょっと
沖縄ゴートゥートラベル行きたかったけどちょっとオホーツクにしようかなと思っちゃいますよ。今ちょっと遅れてますからね、うん、上がってきてるところは上がってきてるんですけど遅れてるところは全然遅れてて、カラフトマウスなんかも10月入ってからもまだ連れてましたからへ、うん、ちょっと北海道旅行人気出そうですねこれね。お腹空いてきましたね。じゃあ続いて行ってみたいと思います、はい、うん、続いては秋田ですね。秋田、はい、じゃん、うん、はい、181、これが極寒秋田の新風物詩、うん、タコパしようぜ世界最大タコバトルです、うん、たこ焼きパーティーできちゃうの。たこ焼きパーティー、うんうんうん、ちょっと見てみよう。極寒のタコパーティー、うん、おこの地にはねもう一回行ってみたい俺。それどうしてですか。これね大きいのは前の日にいっぱい釣られちゃったんですよ。あそうですか。そうなんかすごく日並みが良くて防波堤に人が山のように登ってて、うん、でもうみんな釣られちゃった後で村さんも昨日だったらよかったのにって言われながら、うん、もう残ってないじゃんみたいな、これこうこう防波堤こうやってずっと見ていくわけですよ。今こう水中で見てますけど、そうするとね上から頭が見えるのタコの海底ですよね。海底じゃない、防波堤についてあ見えるんですか、うん、でこれスーッてピッチングで落とすタコテンヤーそーっと落としていくとタコがそのテンヤーを抱くんですよ。よっしゃーっと、うわーうわでかー、でかね、東京湾のちっちゃいなタコとは桁が違うんで、でねこれ大きい方じゃないんですよ、これまだ可愛いタコなんですよ。うわすごいでかい、うわでっか、タコって東京湾だったら夏釣るっていうもんじゃん、イメージある、ね、もうこれがなんかほら産卵のあれでもってねどん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 こう岸に寄ってくるそうです。まあもうこれぞまさに中中タコ界だっていう、ね、へー釣った時からこんなに真っ赤なんだ、うん、中中タコ界な。おこれ水中映像、水中映像、あこうね、まあ、抱く、あ、抱いた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 、でももうここまで上からはそこまで見えないわけですよ。なんとなく今もうこう重みが来たからいいんじゃないのみたいな、うん、もうこの辺で合わせちゃう、そう、うん、これ辺でせーのやってやるとこう上がってくるわけでございます。見事な映像ですねこれはね。いやーすごい面白い。これ、ね、大きいのね10キロ20キロってなんのよ。そんな大きい、今ので何キロぐらい。あれ全然小さいですよ、ベイビーですよね。ベイビー相当たこ焼き作れそうですね。本当ですね。私もなんかこの番組でタコ釣り今年東京湾で行かせてもらって、うんうん、そうこのぐらいのサイズでめちゃくちゃ喜んでたんですけどあれがベイビーなんですね、うん、あれが小さいんです。うわすごいね、もう一回行きたいってね、もう一回行きたい、ちょっと20キロ級っていうのを釣ってみたい、どんな大きさなの、もうなんか人間が食われてしまいそうなぐらいね。いや本当ですよね、うん、いや、やっぱりマッコウクジラと戦うやつとかね、ダイオウイカバリのタコ、これ寒くても釣れるんですか。ちょうどね、いやシーズン的にちょうどこう冷えてきた時に、うん、沖合からこう寄ってくるそうなんですよ。でね、特に大きなタンカーがつくとこうへばりつく、うん、その波が出るでしょ、はい、波が出るとそこから鍵とか落ちるじゃないですか、はいはいはい、それが上に上がってきてその落ちるのを待ってる、待ち伏せしてるんですね。そうそうそう、へ、うん、で村田さんあんまりこうイカタコのイメージないですよね、うん、どちらかというとイカが嫌いなんですよ。なんですか。イカ嫌い、釣れないんだ。釣れない釣りあるんですか。いやね、そんなにやった時ないんですが、うん、イカいっぱい見えてて、はじめさん大仏様からね、うん、こんだけいるんだったら釣るんじゃないですかって、そうだよねってプッて言って、なんで俺のは食わねえんだろうねって、もうそれ以来やらないなんかちょっと安心するね、村田さんでも苦手なものあるんだ、魚じゃないからやらない人間味が感じられますね、はい、いやでも見事なね大きいタコ、うん、飽きた。じゃあもう一個いきますね、うん、はい、よ続いて高知です。高知、はい、じゃん、113、よさこい高知へ幻の赤目探求
奇跡降臨伝説、はい、もうアカメですよね、釣り人なら釣ってみたい憧れの魚、見てみましょう。これはひどかったんだ。お花火切るんですよ。花火見てくださいよ、うん、これさ、もうずっと7時から9時まで花火やってんですよ。最高じゃないですか。だってバーンって水面がバーンって揺れるんですよ、うん、そんなんでアカメ釣れるわけないじゃん。あ、そうか。で9時になって花火終わりました、はい、11時まで潮が動きます、うん、2時間で釣ってください。えこれが 2時間だけ2時間だけ短い。フィッシュ、そんでかけたんですよ。これフィッシュって言ってんじゃないですか。頑張って。こんなね、ドカンドカン花火やってたら、うん、まあ釣れなくなります。そっから2時間潮が動いてる時間、うん、で11時になって潮が止まった、止まりかけたところで来た、うん、やっとの1匹ですね。やっとの1匹釣れた。でもよっしゃって、え結構大きいですかこれ、もしかして。すごいですね、うん。これはもう、あ、来た、でかい。まんま見えてまいります、ね、これもともとバラマンディ、オーストラリアのバラマンディ用に作ったサバなんで、うん、5フィート10インチの3番っていうやつなんですけどね。短いけど強いんですか。見えた見えた。おお、目がすごい赤く光って、うわすごいでかい。正解。これがちょうどラインクラス別でほぼほぼ日本記録なんですよ。これちなみに何ポンドのラインですか。これが20ポンドクラスライン、はい、オッケー。よっしゃよっしゃー、よっしゃー、うん、うわー、来たー。ただ正式に測ろうとすると船から降ろさなくちゃいけないんですね、はい、そうすると今度赤目がこうリリースできなくなっちゃうんで、貴重な魚ですから、うん、船で測って、船で測ったっていうのは記録にならないんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですね。うわー、うわー、うわー、怪魚、うん、赤目って、うん、こんな大きくなるんですね。もっとでかくなるんですね。もっとでかく、大変なこと。大きい紙の魚だよ。これだけ大きいの。ちょうど地元でね、赤目がもしかするとこうもう釣りができなくなるかもしれない、うん、なぜですか。レッドブックに乗っかっちゃうっていう、ね、貴重だね、うん、でそうすると今度全くできなくなるんで、いるっていうことを証明したい、だからやってくれ。で赤目釣り大会って毎年やってたんですよ、うん、でそれでいるっていうのが分かって、そのデータから外してもらったんですね。それで今でも釣りができるという。ただこれからはだから釣ってる、釣れてる場所やなんかは皆さんちょっと内緒にしてくださいねって、うん、そこに集中していっちゃうと大変なことになるんでという。じゃあバカメ釣れたら、うん、まあ、リリースしてほしいですね。そうですね、うん、だからできるだけこう、うまく話していただいて、うん、で、まあ、やっぱりなんだかんだで少ない魚ですから、うん、ね、まあ、今地元ではこう一生懸命こう皆さんが動いてね、やってる。僕もその赤目釣り大会とか呼ばれて、何度か行った時あるんですけども、まあ、本当にすごく皆さんしっかりやってるなっていう、うん、感じになってましたね。じゃあ、釣りは楽しみたいけど、まあ、保護もしましょうということですね。いやでもね、あれだけね、こう花火大会やってる最中は釣りできないですよね。限られた時間の中でよく釣りますよ。なんでこの日にしたみたいな、分かってただろうっていうのが。でもその中であれをあげるっていう、いやすごい。前の日もね、1日あったんですけど、前の日はもうだからどうでやるのか分かんないし、どうやってやるのか分かんないんで、まずは見させてくれとということで前の日やったんですね。で前の日も一発かけたんですけども、それは取れなかったんですよ。で翌日、さあ今度は本番だって言うし、6時からやるぞって、いや村さん無理って言われて、花火大会お祭り、ね、よさこいやってた。ね、すごいですね、プレッシャーの中で、はい。それじゃあ最後いきます。お、最後何。長崎県です。じゃん、はい、124超人最高輪魅惑のセールフィッシュ追撃戦です。セールフィッシュってカジキですか。まあまあそうですね、まあ、僕はガテマラ、メキシコ、フロリダ、マレーシアもそうですね、まあ、いろんなところでこうセールフィッシュやってきたんですけども、日本国内に、狙って釣るという、釣れるんだろう、はい、VTR 見てみましょうよ、はい、はい。それもね、船長もそんなのやった時にっていう、
え、船長やったことない釣りをやりに行って、やりに行ってたま見たことがある、泳いでるの見たことがある、いや見たことがいるんだったら俺は釣るよという、ね、情報が少なすぎる。そんなんで会えるの？これ来ました。おお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 のサイズですこれ。わあ、見て見て見て、うん、今この映像ここから走ってってどん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 ラインがなくなります。これは何メーターぐらい巻いてるんですか？300巻いてて200もう、250ぐらい出てますね。そこから船長に追ってくれっていうことで、ものすごい出されてますよ。うわあ、見えた。だってね、海外で釣る魚っていうイメージありますけど、これが、どこでしたっけ？これは長崎です、うん、一番北に、まあ、その魚のね、北限って言われる魚、魚が一番でかくなるっていう、うん、マレーシアなんかだとここまででかいのいないんですよ。全然大体2m50cm ぐらい、うん、日本の映像と思えないですね。これベタなぎでしょ。これ次の日、うん、台風なんですよ。1日で撮れっていう。やったー。よっしゃ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 。うわー、すごいな。これ大海原、これ例えば東京のど真ん中であんな人がいたっつって探しに行くみたいなことでしょ。そうやれーやれー。うわー、すごい。船長喜んでるんですよ、これ。これ芭蕉カジキ。はい、そうです、うん、芭蕉の葉っていうところからね。本当に大きい。シェルフィッシュ約3メートル狙って取る大物は常に一緒。いやー、お見事っすね。大きいのは狙って取るというのがね、うん、これね、このロケの撮影中にこれだけ結果出してるわけじゃないですか。もちろんプライベートでも行かれるっていうことですけど、これね、どうやってこんな結果出せるんですか？プライベートではね、僕はプライベートでは別に大きいの釣らないんですよ、うん、プライベートは別に釣り合ってりゃいいやっていう世界なんで、うん、別に釣れればいい。でもテレビの時っていうのは釣れればいいじゃダメじゃないですか、はい、まあ、全部が釣れるわけじゃないし、全く今日ダメだったねっていう時もいっぱいあるわけですけど、うん、でもせめて3回に1回は必ず見せられる魚を釣る。せめて3回に1回、なんか20回も30回もやってでっかいの釣りました、うん、じゃなくて、それ例えば一つの魚追っかけていけば、それだけずっとロケやってればいつかはでかいのが当たりますよ、はいはい、そうじゃなくて僕らは毎回違う魚じゃないですか。でそれもできれば3回に1回は見せられる魚、うん、これをやるのが、まあ、僕らは演者として、動くのはそれだと思ってる。そのね、心構えは分かるんですよ、うん、どうやって大きいの釣ってるんですか？そこですね。まあまあいろんな魚に大きいのも釣れる、大きい、この魚はこうやると大きいのが出るっていうのがある。あるんですか？ある。それをやればいいだけの話。それ魚によってやり方違うんですか？まあ、でも違いますね。例えばバスって魚いるじゃないですか、うん、バスって魚はちょんちょこやると食わないんですよ、でかいやつ、うん、小バスは食うんですよ、はい、大きな動きをこうさせてあげて、上下上下上下やって、上に上げるか下に下げるか、うん、だからテイリングっていうんですが、尻尾上にしてこう落とすか、うん、上を見させるか、真上を、うん、ここに横についたらダメなんですよ。せいぜい50センチぐらいまでのやつは55、6まではこれで食うんですけどね、うん、でっかいやつってこう頭が下がらないとダメですよ。へ、だから60を本当に超えてくるっていうサイズっていうのは釣り方が別にある。その釣り方ちょっと身につけれたらいいですね。トラウトも同じ管理釣り場でも小さいのだから、トラウトでこうプロ的にこう数釣ってる人たちの釣り場、うん、あくまでもあれが小さい魚の釣り方で、うん、大きい魚の釣り方はまるで違いますから、それはネイティブでも一緒だから。へー、すごい。
魚種格闘技戦のこのマップが今モニターに出てるんですけども、これ見るとね、他にもいろんな魚がありまして、これ北海道だとイトウもまたすごい、サイズ、ね、サーフロマンって言ってね、書いてますけど、これまたでかいイトウ。これまだテレビでこう海イトウっていうのをね、やったことがないんで、じゃあやろうか。あの本当にサーフの釣り方で。で、イトウ釣れちゃうんですね。はい。クエとか。軽いかも、ね、でこの僕らの、ね、いる近くの東京湾だったらクロアナゴっていうのがありますけど、これすごいまた太くて長いアナコンダガリって書いてますよ。本当に、ね、まだそんなに大きくないんですよ。もっとでかくなるこれダイナアナゴじゃなくてクロアナゴですよね、これ。まあメーター80ぐらいすごい。こんなアナゴです。握ってもらいたいですね、一本丸ごと、ね、食べては美味しくないらしいですよあんまでかすぎるとね。すごい世界の広さをなんか痛感しましたね今日。いや世界の広さ痛感、これ日本国内だけの超過ですからね、これね。GoTo トラベル、GoTo ジムトラベル、やっぱこれ参考にしていけたら楽しい旅行になりそうですね。ねー、うん、いやー、はい、お見事でございました。いや面白かったです、うん、番組では釣りに関して深く探求してほしいテーマを募集しております、うん、テーマは何でも OK です。釣りウェーブ番組ページに投稿フォームがありますので、ぜひ皆さん応募してください。はい、それでは村田さん、楽しいお話ありがとうございました。以上、ディープウェーブでした。